二本松県民リポーターの永田佳林です。今日は私が働いているチーズケーキ工房&カフェ風花で春の新作スイーツをご紹介したいと思います。ここは安達太良山の東山麓、岳温泉から北に2キロほどのとこにあります。それではお願いします。はい、こちら春のララプレートになります。ピンク色とお花が飾ってあって春らしい可愛いプレートですね。こちらはどんなスイーツですか？はい、こちらはいちごのレアチーズ、いちごの乗ったチーズパウンド、いちごのアイスのパンプレートになっております。いちごがたくさんで美味しそうですね。こだわりのポイントはありますか？はい、春らしくいちごのレアチーズから芽を出してみました。出ちゃってますね。なんとこちらのカフェ限定ということなんですが、他にも芽が出ちゃったスイーツがあるということなんです。はい、こちら芽生えティラミスになります。芽生えちゃってますね。人気のティラミスが今回リニューアルをしまして、芽が出た植木鉢のような見た目になっています。お水をあげて育てたくなっちゃう可愛さですね。こちらはどんなスイーツなんですか？こちらはイタリア産のマスカルポーネチーズを使った濃厚なティラミスです。ほろ苦いエスプレッソとココアのクランブルがアクセントになっています。とっても美味しそうです。なんとこちら春のお味もあるということで、はい、こちらいちごティラミスです。こちらも赤いソースが可愛らしいですね。セットで買いたくなっちゃいますね。そしてさらにおすすめの春のギフトがあるそうなので、お隣のショップにも行ってみたいと思います。こちらのスイーツブーケ、ハンカチブーケはこのように花束のようになっているギフトになっています。中にはメレンゲやクッキーなどが入っていて、メッセージカードにお好きなメッセージを書いてお渡しすることもできます。ハンカチブーケにはさらにハンカチが入っています。ホワイトデーのお返しにもぴったりですかね。ということで、チーズケーキ工房&カフェ風花の春のおすすめメニューとギフトをご紹介してきました。春の味覚を楽しみに、安達太良高原へ遊びに来てくださいね。